やっぱり、KG ファミリーっていうところを僕らの一番の強みだと思うんで。今年とか去年全国大会行けてベスト8になって、次今年はもう一つ上、ベスト4、初めての国立っていうところをちょっと目指していくことになると思うので、それを達成して次の景色が見れれば学生たちの意識も変わってもう一つ上のレベルに行けるかなと思うので、そういう、こう毎年毎年一個でいいのでステップ上がっていけば。でも、ね、最終的には提供対提供とかになっていくんでしょうけど、関西のレベルがね、京山天理さんもね、でそこ残ってっていうのでね。上がってますね。もうでも本当関西のレベルは本当に上がってますね。もうだから選手権出るのももう大変というか、もう本当にもう毎日心臓痛いんで結構しんどいんですけど、秋は。ラグビー部として所属してる時に KG ファミリーっていう、言葉というか意識というか、そういうのは結構持ってる子は多いと思いますね。特に関学中学高校出身の子とかは、あると思います。小平さんご自身も高校も関僕も学高校関学で、で関学高校のラグビー部の子っていうのはほとんど大学でもやるんですか？伝統的に。ほとんどやると思います、伝統的に。ただ今年からはもう全員で一緒に練習する日を一回作ろうかみたいな話はしてるんですけど、そうなんですね。それはどういう意図で？やっぱり、KG ファミリーっていうところを僕らの一番の強みだと思うんで、こう関学が日本一になる、どうやったら日本一になれるかって考えた時に、やっぱりそこが一番強みであって、そこ一番大事にすべきポイントなのかなっていうふうな、思ってて、それも含めて考えると、やっぱりこう大学だけとかじゃなくて、関学ファミリーとしてみんなでこう強くなっていくというか、っていう視点が大事なのかなとは。週1回一緒にやると。一緒にやりたいなというふうに今ちょっと計画計画中してる、計画中です。それは素晴らしいですよね。っていうふうに。関学高校が今、ね、かなり強いじゃないですか。それも関学の大学が強くなってる一因につながってるっていうことですよね。もちろんですね。もう高校、関学の高校が強い都市は大学もやっぱり絶対強いので、それはもう間違いないですね。ベスト4、大学選手権、国立目指すという時には、そのリクルート面から言うと、例えばその帝京とか明治とか、天理京産もそうですけど、そういうとこに行く、いわゆる一流の高校らが、そういうとこに行かずにここに入ってくるということですよね。リクルート的に言うと、そういうことですね。今までよりも一段とどういうふうな感じでやられるのかなっていう。そうですね。今まで正直、回りきれてない部分があったりとか、話しきれてない部分、試合見きれてない部分があったと思うので、まずそこを絶対に力入れていく。で、僕一人じゃ無理なので、リクルートの人数も増やして、もっと精力的にいろんな地方大会を見に行って、声かけさせてもらって、練習も見に行ってっていうのを。OB がやるんですか？ではなく。OB、今まで、正直現場の監督、コーチ陣はリクルート任せてた部分あったので、もっと僕ら自身もしっかり汗かいて、会いに行って話しに行っリクルーて、トの体制をちょっと強化するっていう感じはあるんですか？それはあります。あるんできればこうね、ラグビー部 として一枠確保とかしてもらえたらありがたいですラけグビーのど、枠ってのはあるわけじゃないですか。してこう人数としてラグビーしはてないですね。ない。なので、して今年の枠があるっていうだけなので、
そういう、でもただそこもしっかりある高校に関しては会いに行って受けてくれないかっていう話を、あのいい子が来てくれたらありがたいなとは、うんうん、